皆さんおはようございます。神谷玲子です。さあ本日も神パチでございます。そんな本日もねパチンコで勝負の方をしていくんですけれども、今回は何を狙っていきましょうか。まあ、前回マックス機のルパンに座りまして大勝利いたしました。でね、エンディングとかで今後は私マックスしか打ちませんとか言ったんですけど、なんか昨日何打とうかなって考えてて、こうラインナップとか見てたらなんか意外にね319とかそっち系にも魅力を感じてしまい、ちょっと今日は、まあ、もちろんマックスを第一優先に考えてはいるんですけど、まあまあその辺は、まあ、自由にということで好きにやっていきたいなと思っております。とりあえずマックス期の第一候補は北斗の拳6剣王ですね。そちらをちょっと狙っていきたいなと思っております。そんなわけで今日も帰りに笑顔で終われるように実戦の方終了したいなと思っておりますので、しっかり勝っていきたいと思います。それでは本日も神パチ行ってまいります。久々というか、まあ、1ヶ月ぶりですけれども、今日はねやっぱマックスの台だったら北斗、あこっちかな、北斗の拳6拳王、まあでも良さげなんですよね。うん、今日はこちらマックス機の北斗の拳6拳王から始めようと思います。これで当たりが引けなかったらちょっと後ほど考えるんで、とりあえず朝一はこの台で勝負したいと思います。さあそれでは北斗の拳6剣王実践していこうと思います。実は私狙って座りましたが、正直そんなに打っておりませんこの台。それをなぜかというと大当たりがバトルタイプなんですよねこの台。まあ、前回まあルパンで大勝利したのでね、ちょっとそれを引き継ぎたいというか、だいぶ神パチ勝率は高いので、そうだいぶ勝ってますね。早く当たるといいんですけど、なんてったってマックス3球4分の1なんで、うん、でも確率分はやっぱり回してからかな、回さないとなんとも大道するわけにもというかしたくないかなと。あ、早速山の不動、さあまず2時、あこれあれじゃない、なんだっけ名前が出てこない、そうそうそう、ランブ行けば行くほどいいんですけど、いやこれはまだこの時点では別に熱くはないと思います。あ、多分これ30弱いですね。いやいや忘れてる、なんかこれだけはねよく来るリーチだから。あ、ガルダの赤、結構これのガルダは直当たりしたりもするんですよ。さすがに厳しいかな、発展はするかな。はい、発展ガルダはね、発展は結構するので。おー、剣王色は変わらず。あ、ごめん、ごめん、ごめん、今
本当はカットインというかあれが出る予定だったのに。うー来た、このパターンよね。まあまあこんなもんでしょ。いいよいいよ、反応してるから台が。あーちょっとなんか不安だな、勝てるかな今日。正直私7月めっちゃ勝ってるって言ってたじゃないですか。もう8月やばいほどに負けてて、ただ今日は久しぶりのパチンコだから、ここはねしっかり流れをこれで変えたいなと。とりあえず、まあ、目標としてはというか、とりあえず午前中にね、まあ、やっぱり1回当てられるように。前回が本当にバランスよく引けたので、やっぱそんな形を今回も作れればいいのかなと。ちょっと外れたリーチばっかりね見せてもしょうがないので、ちょっと当てますわ。いや追加投資少なくしたいな、まあ、大レンチャンとは言わなくても、まあ、コンスタントに当たりが引けることができたらいいなと。まあね、そう簡単に当たらないのは分かっておりますが。あ、黄色保留です。変わらず。あ、また来ましたね、ランブ。28% くらいです。さあ、お？サウザー。変わって、お、ペペペ、あ、激闘になった。赤の赤保留は確か激闘になるんですよね。さっきなんかギミックがなんか変な感じでしたもんね。なんかいつもと違う発展の仕方というか。あ、しかも赤だ、これかなり大チャンスあるかも。調整ギミックの赤は帰り見る。あるある、カットインは。あら来た、キリンだ。いけいける、はい、やったね、はい、やった、95回転、投資が5000円でまず大当たり。マジか、嬉しいね。ちゃんとほら見て、かっこいいから、ムキムキマン。さあこっから確変に。出だしいいですよ。連打、そっか、これでいけんのか、上。まあ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 、こっからね。ユリア様、394がね、やっぱこういう風に早く当たったりするんだよね。だからマックスやめられない。え、選べんの。ラオウ、ラオウ。さあそんなわけで4ラウンド確定入りました。とりあえず16ラウンドかは1回は引いておきたい。2万発いっちゃいます、1回で。誰来ないで来ないで来なきゃね、今日だからね意味ないんだけど。
お、龍拳が、龍拳が、龍拳だよ、龍拳。龍拳強いんかな。いないんかい。これがドキドキするんですよね。まあ、十座、レイ、トキ、龍拳っていう順番なんで、トキが一応 68% ぐらい勝利期待度。バトル開始普通。さあ先制、おっしゃ、先制攻撃勝利確定ですね。さあ16ラウンドに行くのか、よっしゃ、まずは16ラウンドゲット、 50% ゲットいたしました。出だしいいっすね。いやでもこの16はでかいですよ。最初にあれなんかすごい簡単なんですけどまあね、まだ2年だからね、そんなね。いやでももっと手こずるはずなのに、あっさりこんな16ラウンドゲットできるとは。いやー勝ち勝ちいやまだまだですけど、ちょっとこれで勝ちの流れになんか持っていけるかもしれない。なんかね、私どっちかといったらケンシロウ派なんですよ、こういうので。ラオウは絶対選ばなくて、あのトキかケンシロウかだったんですけど、なんか打つ人打つ人がラオウの方が一番継続するって言ってて、それをちょっと思い出したんでラオウにしました。あ、誰だっけこの人。あ、龍拳ダメ、危な。いや、トキだから。あ、トキね。まあ、トキはまだまだ、でも4なんで、ちょっと奇数数字の方がね、奇数の方がいいんですよね。これも最初いけ、やばい、大丈夫。うわ強い、避けて、避けろ。頼む。あー文字とか何も出ないんで、立って立って、やー、マジっすか。まだまだまだ分かんない、こっからもあるから復活。ほら復活っていうことで、これはもう16ラウンドね、最後まで諦めちゃダメなんだよ。ほらい、セーフ。ほんと危なかったね復活パターンがね、やっぱ16なんで大きいですよね。とりあえずまたまたハイパーボーナスということで、もう表示量5000超えますからね、早いね。さあ次は4連チャン目をかけての、やだ龍拳、なんか龍拳怖いよね。まあ、そういうイメージだから、もうちょっと レイとか来てほしいな。あ、あ、ごめんね。あ、いいよ、銃座いいよ。いや、全然全然。あ、いいよ、銃座。ああダメだね、ジューザーはレイでいい、レイでレイ、あ、いいんじゃない、4回。よっしゃ、ああでも4、
あ、大丈夫大丈夫大丈夫、 80% ぐらいあるって。先手取ってくれ。なんで、まあ、トータル期待度なんですけどね。強攻撃これぽいよね。避けて避けて、なんで当たるかね。復活復活、頼む立ってよ、立つんだ。ほうほうほう、もうこれがね、もうやだ、ハラハラして、もうまた復活お願いします。お願い、あ、やばやばいやばい、あ、まだいる可能性は全然あるんで。ただちょっとレイで負けたっていうのはへこみますよ。80% 80いっぱいぐらいあるってね。レイ熱いはずなんだけどな。あー、マジ終わんないで、マジ終わんないでよ。継続転生どっちか、マジ？嘘。まあすごいショックなんですけど、まあでも全然あるあるですね、あんなあっけらく終わるのは。レイに対してちょっと期待しすぎたかな。あー、もう一回16ラウンド欲しかったな。黄色、そうですね、なんかさ、私の中、まあ、あるのかもしれないですけど、普通に最初からやっぱり保留がね、赤とかになってくれてた時の方が、おお赤だ、信頼度が高いイメージがありますね。これは、あ、死ぬのはお前だで、赤で、あ、こっち。あー、でも、あー、来ないか、もう一丁、おお、これがあの潜伏というか突角、突角じゃないか、おい、あ、来た、これで入るか入らないかがここのセグで分かります。正義待ちチャレンジ、まあ、10? 全然ダメだ、10じゃ全然ダメです。全然ダメです、これ小当たりです。お、消えたぞ。割れて、お、またちょっと次こそどうでしょうかね。世紀末チャレンジが、いやー、行ってほしいな。さあ20、もっと、まあ、30超えてほしい。ああ、あるかも。あ、剣王ボーナス、これ通常あたりです。4ラウンドまあでも超腰痛が上がりました。いいんだか悪いんだかね、これね、いつも嬉しいけど、当たって確変がいいなみたいな。もう終わった、った、そうですね、ある意味もう引きはすこぶるいいみたいです。今日はこれバトルに行けばね、潜伏の可能性も高いんです。継続が欲しい、はい、4通はい、4通間違いなし。
さあ、そんなわけでまたまた通常に戻ります。しげーし、あ、デビルリバースでリースになればいいけどな。お、なったなった。おおお、背景背景、いや、これガラッと今ので信頼度が上がりましたね。さあ出た、デビルリバース、懲役200年の男ですからね、やばいっすよ。適当ピッピーか、一応デビルリバース、リーチからのハット、こっからこっから、あー普通の赤だったらよかったけどね。さあ行きます、キリン、あー青で、あー緑でございます。あ、わかんないわかんない、大丈夫、いける、頑張れ。おー、マジっすか、いや背景かっこいい。トモ君はダメだったんですね、なんかいけるかな。ですね、ダメでございます。さあそんなわけで気づけば今360回転で箱なくなっちゃいました、2箱目。さあどうにかこの、まあ、もうちょっとで一応確率分は回すということで、そのぐらいで当たってくれればいいんだけども、これ世紀末いけば、おお転生欲しい、あ、でも世紀末がいった、世紀末チャレンジ、あー、こう当たりじゃなきゃいいな。31個攻めて、あ、頼む、ダメだ、こう当たりでございます。はい、もう、まあまだわからんよね。あ、ちょっと赤いよ、あれ、なんかどうしたどうした、あ、乱舞ですね、乱舞、まだ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 、もういったいった、まだまだいった、もっと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 もまあでもね、ちょっとどうなるか、まあでも当たらなくはないですからね、可能性は全然ある。まあまあまあダメか、お、なんか今割れた瞬間に後ろの保留連とかぶったんで、なんか起きたかと思った。またまた来ますね、赤字になってほしい。はあ、もう一回、30、ね、一応赤ですけれども、おお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 お
さあこっからね、こっから微調整、赤が欲しい。あとはカットインがどうなるかですね。これでキリン来たらな。うわあ、マジか、お願い、いける、大丈夫。力でボタン押したよ。全体重をこうやって乗せたのにダメか。マジマジ復活復活お願い。マジマジ、今の当てなきゃダメなやつじゃない。この出玉がなくなる前に当てられる大チャンス。ちょっと舐めてたわ、諦めてないから。ほらほら、なんでボンだ。あ、しかもデカめのボン。6超えて、あ、いいじゃない。変わって、よし、はい、まず一回、もう一回、もう一回、変われ変われ、よし、緑、とりあえず緑。あ、龍拳はあれだって書いてあるよ。ああ、待って、リーチになっちゃった。あ、ブルブルしております。ガルダまで来ましたね。とりあえず発展は、おお、ほら剣王様って、一応発展して剣王様とバトルすると思われます。赤赤赤、通常変われ、熱い、さあせーの、なぜだ。あ、でも霧が出てる。あ、見えた、弾かれた。え、2度の二度のキリンから外れば、やだ。え、お願い復活してください。あー、やったー、上空で当たったぜ。さあ、じゃあとりあえず、まあ、大当たりを引きまして、これから継続バトルに行くわけなんですけれども、まあ、一応時間が、前半戦の終了時間が来てしまったので、前半戦はこれにて終了したいと思います。後半このバトルがどうなるのか、皆さん楽しみにしていてください。それでは後半またお会いしましょう。バイバーイ。